授業を始めるぞ。誰だこの落書きを書いたのは。多くの人が大学生活で楽しみにしていることといえばサークルなんじゃないかな。そんなサークルのいい面は世の中に溢れてるけど、その背後に隠れた闇も気にならないかい？今日の授業ではサプリ高校の卒業生からサークルの闇について根掘り葉掘り聞いてみよう。大学生活の大きな要素であるサークルの意外な一面を知って、大学生活を想像して楽しんでほしい。今回はサークルの闇について聞いていきたいと思います。今日は皆さん加盟で出ていただいているので、加盟と何のサークルに所属していますかというのをそれぞれお願いします。山田です。演劇とダンスサークルに入ってました。ダンス部に所属しております。井上と申します。テニスサークルに所属している中村です。まず飲みについてのエピソードで大変だったことを教えてください。月何回ぐらいあるんですか？全体の飲みは、月1回とかなんですけど、ダンスサークルで言えばジャンル連があって、練習の後にコンビールって言ってコンビニ行って一缶買ってみんなで飲むやんだから、ね、行かない人とかもいるんですかね？行かない人は大体サークルやめますね。それは闇を感じますね。じゃあ、井上さん。私のダンスサークルも結構月に3回ぐらい飲み会があったんですけど、大体飲みって大会とか試合の後に開かれるんですね。で、大会とか試合の日って朝4時とか5時に起きていったのに、夜遅い時間から飲みが始まって、もう精神勝負みたいなところがありました。欠席についてなんですけど、私のサークルでは欠席するとき全体メールで理由と申し訳ございませんっていう謝罪のメールを送んなきゃいけなかったので、一回私家の事情で断ったことあったんですけど、2個上の先輩から家の事情とはってめっちゃ短い返信が来て震え上がりました。じゃあ中村さん。私の所属してるサークルは飲み会の頻度はだいたい月に1回とかで、そんな多くないかなって思うんですけど、ただ試合の後の飲みが全員参加するものってなってて、お酒好きじゃない人とか行きたくないじゃないですか、断りにくいのがちょっとなっていうのと、試合の後にちゃんと反省会とかをするためにみんなで飲むとかなら分からなくもないかなって感じなんですけど、どんちゃん騒ぎの単なる飲みなのに反強制なのが意味わかんないなって。そもそも友達同士で飲みに行くのは全然好きなんですか？それは普通に、ということは飲み会は好きだけど、試合終わった後のお疲れ会っていうのは嫌だったって話ですね。全員で飲むとなると値段も高くなるので、最低3000円はするじゃないですか。じゃあ次にお金に関してサークルの会費っていうのがあると思うんですけど、それ以外の出費だったりとか、それについて教えてください。演劇サークルのことについて話すと、公演を打つってなった時にノルマっていうのがあって、役者だと大体1万から5万ぐらい先に払って、後でチケット代で徴収できるかもしれないしできないかもしれないっていう。学生演劇は基本フリーカンパ制って言って、払いたい人だけ払うので、バックが来る保証はなくて、主催をするってなったら役者に負担させきれない分を自分で負担しないといけないので、1公演打つってなったら10から15万とか飛びます。実際その1万も1万5千も売れるもんなんですか？売るというか、設備代、舞台装置とかスタッフ雇うとか、そのために初期費用で必要なので、自立でみんな負担って感じで。続いて井上さん。突然なんですけど、ダンスサークルって華やかなイメージありませんか？でも、華やかなものは大量のお金なしにはできないんですよ。なるほど。はい。一つの試合を例にとってみると、会場を借りる施設費、試合の出場費、試合会場とかって県外とかのこと結構あるんですけど、その交通費、あと全身を着飾るもの。1着大体いくらぐらいかかるんですか？レンタルで4、5万はかかります。で、衣装だけじゃなくて美容院行ったりするお金もあるし、舞台メイク代も結構かかるし、靴とかも擦れてきちゃうんで買い替えなきゃいけないのでお金かかりますね。じゃあ最後中村さんお願いします。私が驚いたのは、普段の練習は最初に払った年会費で賄われるんですけど、はい、試合前とかの特別な練習に参加するにはプラスアルファでまた1万くらい払わなきゃいけない。あとはすごい出費だなって思ったのは、試合のための練習に参加したメンバーは絶対に試合着を買わなきゃいけなくて、そういうのが年に4回くらいあって、いらないのに強制で買わされるので。あとなんか後輩におごったりとか皆さんありますか？新歓期は先輩がおごるのが当たり前みたいなのがあって、私が聞いた話だと、あるサークルの幹事長は新歓期だけで20万飛ばしたとか言ってて、ご飯行ったら全部おごってくれるっていうのが当たり前です。一人これぐらいおごりなさいみたいな基準はあるんですか？
新会費としては3、4000円とか徴収して、そこから出して、あとは個人的に連れてったら絶対おごるみたいな。他はないですか？飲み会とかでも先輩が多めに出すっていう風潮はあります。多めに出す先輩の中でもさらにじゃんけん大会始まって、負けた先輩がもう1回の飲み会で数万払うみたいな。皆さん結構お金に関してはサークルで思わぬ出費が出て困ってるなという印象がありましたけど、じゃあ次にサークルとか部活に所属することによって時間的な拘束ってどれぐらいありますか？演劇に関しては公演があるってなったら、その1ヶ月はもう毎日何時から何時まで、夜 3、4時間とか、土日はもう本当に丸1日とか全然ありますね。ダンスサークルも夜練とか深夜練とか昼練とか分かれてるんですけど。じゃあ井上さん、ダンスサークルはもう自分の時間が全く取れないっていうのが実情ですね。私は週2回しか練習がないっていうのに結構惹かれてダンスサークル入ったんですけど、それは全く嘘でした。というのも、自主練という名の強制練習があったんですね。課題が出てて、先輩にメールでアポを取ってダンスを見てもらって反省をもらって、次の全体練習までにそれを改善してくるみたいな。全体練習で先輩の前で一人で踊って1位からビリまで順位つけられるんですね。だから練習せざるを得ないって感じですね。そしたら中村さん、私のテニスサークルは遅くはないんですけど、私も実際ダンスサークルに新歓された時に、練習は週に2日だよニコニコみたいな感じで勧誘されたんですけど、実際は普通に深夜練とかはバリバリあるし、秋駒も練習に捧げるとか、新歓の時の言葉と実態はかけ離れてるっていうのは、うん、結構あって怖いなって思いました。なるほど、いろいろ闇がありますね。飲み、お金、それか拘束時間についてお聞きしたんですけど、それ以外になんか闇を感じたエピソードってありますか？テニスサークルって公にはやってないんですけど、顔セレクションっていうのが、顔セレクション、顔がいい人だけ勧誘されたり、女子は特に顔だけ。あとお金の話で言うと、集金したお金を自分の懐に入れちゃうみたいな。私1年の夏休みに部活辞めたんですけど、辞める直前に合宿費を6万払ってたんですけど、返してって言っても戻ってこなかったですね。なるほど、割と皆さんが知らなかったっていうことが多いですよね。こういうブラックサークルに間違って入らないためにはどうすればいいと思います？なんか見極め方とかありますか？まず絶対新歓には行った方がいいです。雰囲気は見ないと分かんないんで、何回か参加して友達とめちゃくちゃ相談するとかが大事だと思います。新歓に行ってどういうところに気をつければいいと思いますか？他の人からいろいろ聞いたりとか、評判を気にしたりとかするのも大事かなと思います。他にありますか、見極め方は？その時自分が感じた違和感は良くないものにつながってるんで、自分の感じたことで決めた方がいいと思うんですけど、新歓はまだサークルの本性出てないこと多いんで、飲みが激しいサークルだったとしても、うん、お酒一切出てこないとか普通にあり得るので、結構厳しい目で新歓は参加した方がいいかもしれないです、うん、中村さんがこのサークルブラックかもと思ったタイミングっていつなんですか？今所属してない別のテニスサークルの新歓行ったんですけど、喋り方とか先輩のノリがうって感じで、何か感じたんですね。ノリがやばいなと思って、直感的にここはまずいと思ったら、別にサークルなんだからすぐやめた方がいいよっていうことですね。じゃあ井上さんは？山田さんも言ってくれたんですけど、第三者からの意見を聞くっていうのがとても大事だと思います、うん、例えばダンス部入りたいってなったら、バスケ部に入りたくなくてもバスケ部の仮入部に行って、その先輩からダンス部ってどんな感じなんですかとかいろいろ聞くと、意外と暴露してくれることもあるので、情報を聞き出すっていうのも結構有効だと思います、うん、じゃあ今回はサークルの闇についていろいろ聞いていきましたが、結構参考になったんじゃないかなと思います。これを参考にサークルいろいろあるんで、結局合う合わないっていうところも大きいんじゃないかなと思いますんで、楽しいサークル選びの参考にしていただければと思います。以上です。ありがとうございました。どうだったかな？高校の部活より大変そうと思った人も多いんじゃないかな。でもサークルでは人脈が広がったり、イベントに参加したりと楽しいこともあるんだぞ。ただサークル選びの時は今日の授業を思い出して気をつけてほしい。この授業を受けて未来の大学生活を想像して勉強のモチベーションアップにつなげてくれたら嬉しいぞ。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから、勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。